通告しておりました3点につきまして質問いたします。1問目としまして、視察オレンジ鉄道の活性化策についてお伺いいたします。視察オレンジ鉄道につきましては、先の新聞報道などにおきまして基金を取り崩したとの報道がなされ、市民は継続に不安を抱いております。しかし11月12日に行われました議員連盟合同研修会においての会社側からの説明では、平成23年から10年間並行在来線支援強化のため JR 貨物の調整資金制度の見直しが行われ、運行資金の支援がなされております。また観光列車を起爆剤としての成長戦略が示され、希望の持てる説明があり、心強く感じたものです。一方で2004年平成16年新幹線開通により、 JR 九州から経営移管以降年々乗客は減少し、厳しい経営状況であり、鹿児島県及び県議会をはじめ沿線市長におきましては、本鉄道の活性化に向けた様々な活動が行われております。そこで市長に伺いますが、1、視察オレンジ鉄道の現状と課題についてお伺いをいたします。2としまして、同鉄道は地域の重要な交通機関でありますが、活性化に向けた支援策についてどうお考えかお伺いをいたします。狩屋園議員にお答えいたします。はじめに、視察オレンジ鉄道の活性化策についてのご質問でありますが、答弁の前に議員の皆様におかれましては、視察オレンジ鉄道の活性化に向けた議員連盟を組織され、ご支援いただいておりますことに、まずもって感謝を申し上げたいと存じます。ご案内のとおり、視察オレンジ鉄道は、地域住民の通学、通勤など、日常生活に欠かせない地域の基幹的公共交通機関として機能しているとともに、物流や観光など地域産業の振興や地域活性化に必要不可欠な存在であります。しかしながら経営状況につきましては、開業2年目以降毎年減価償却前赤字を計上しており、昨年度は国の並行在来線支援措置として貨物調整金制度の見直し等もあって、線路使用量が 92.4% 増の5億1316万円となったことから、一部収支の改善となったものの、施設設備の更新整備も引き続き行っていく必要があることから、依然として厳しい状況が続いております。このようなことから、沿線自治体といたしましても、地域住民の方々の貴重な足として、視察オレンジ鉄道を将来にわたって安定的に維持していくために、平成21年5月に取りまとめた視察オレンジ鉄道再生プランに基づき、様々な利用促進活動に取り組んできているところであります。また、会社におかれても、海外の観光客をターゲットとして、観光ツアーを企画販売するとともに、観光車両への改修、沿線自治体と連携した視察オレンジ鉄道沿線の観光資源の発掘、視察オレンジ友の会会員の募集など、積極的な取り組みがなされているところであります。これらの取り組みの成果が来年度以降、着実に現れてくるものと期待していたしているところであります。合わせて、県内沿線自治体で構成しております、鹿児島県視察オレンジ鉄道利用促進協議会におきましても、沿線自治体で開催されるイベントの広報支援活動や、誘客拡大支援事業等を実施するとともに、本年度は県の地域振興推進事業において、視察オレンジ鉄道のイメージアップを図るため、沿線の各自治体の駅に柑橘類の植栽を行うこととしており、本市においては、阿久根駅、牛の浜駅、堀口駅にも植栽を行うこととしております。また、
地域の方々もボランティア活動の一環として駅構内や駅前ロータリーの緑化活動に取り組んでいただいており、地域ぐるみの支援を行っているところであります。さらに鹿児島県地域振興推進事業の特別枠として県の採択をいただき、阿久根駅舎を交流、物産、観光、沿線情報発信の戦略拠点として再整備することにより、肥薩おれんじ鉄道と連携し、沿線地域をはじめ本県の観光産業の活性化を図りながら、同鉄道の利用促進並びに経営改善に資することとしております。